はい、高さん工房高さんです、この雑談でしながら色塗りですね、続きちょっともう一本今日は撮っちゃおうかなと思いまして、さっきの黄緑塗ってたんですけど、なんかちょっと色が汚い感じの黄緑、緑っぽいのにして、で今ちょっとねこの黄色っぽいのちょっと薄いやつをですねちょんちょん塗って、こう分かりますかね、こうムラっぽく全体をしようと思ってちょっとだけやってましたね、さっき今、で多分ね、あとね今この羽もちょっとくるくる回ってうざかったんで、もうボンドで止めちゃいました、適当な角度で。でこの肌をこういうふらなんかちょん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 って感じでこうムラを作ってですね、全体的に一旦、それで後でこのこれなんだ、エナメルか、エナメルで後でまた違う色を重ねていこうと思いますね。でここのこういうちょっとトロッとしてるところは白っぽいんですよ、設定では。まあこれのこういう白っぽいところのこのちょっと黄緑がかってるのの白みたいな感じのものがこうトロッとしているんですけど、それはちょっとこっちのね汚いやつにもっと白を混ぜてこう徐々にグラデっぽく塗りたいなって今思いました。目のことは後で考えます。多分この動画ではまだいかないだろうな、多分これ一回ちょっとまた適当に喋って撮って、この白もちょっと簡単にもう今塗り始めようかなと思うんですけど、それで一旦切って、ある程度仕上げて目を塗るところとかをなんかまた撮りたいですね、後日ね。つや消しももうちょっと入れとこう。つや消しね、最後にスプレーでもいいんですけどね、途中でテカテカしてるだけでもちょっとテンションが下がるんですよね、僕的に。筆も一本でやってますね今。白い、ちょっとドライブラシっぽく したいけど、ドライ、なんとなくこの今回のこのちょんちょんちょんってやってこうムラ感、もう本当によく分かってないですけど、僕ちゃんと塗装のことは本当にもう分かってないんですけど、近年特に近年マックス渡辺さんがいろいろ色をこだわってらっしゃるじゃないですか、その筆塗りとかの重ね塗りみたいなのを、ああいうのまあちょっとブランクがあったんで、僕もすごいなと思いましたね。なんかこう迷彩っぽい感じで飛行機とかロボを塗って、まず筆で全然違う色 でその上から本茶の色を塗って、深みのある仕上げにされてるんですよね、最近よくありますよね、あれもね。昔はなかったですもんね、あんなの。まあ洋画とかファインアートの世界ではありましたけど、もうなんか模型業界も次々と新しいというか極まっていくというか、
いろんなことをもう導入していく感じ、うん、まさに進化っていうかね、すごいですよね。あ、ちょっと白すぎるかな。あ、ちょっと白いな。ちょっと新しい皿に作りましょう。これを全部混ぜちゃうと多分ね、あの どうしようもない色になっちゃうと思うので、新しい皿に新しい色として作ろうか。でちょっと薄めにすると、うわお、あ、なんかいいかもしれない。この、あ、そうかそうか、このちょっと濃いのをべっちゃり塗っちゃって、一旦こういう風にですね、雑にね、ザザッとで、あ、ここについちゃった、あ、剥げちゃった、まあいいか、こう雑に塗って、で一旦乾かして、でこの薄いやつでシンナーでちょっと剥ぎ取ってですね、もうラッカー同士ですけど、ラッカー同士だけど剥ぎ取って、ちょっとなんていうの、あの器の剥げたような感覚と一緒ですけど、そういうのできたらいいかもしれない、うん、だからこれをもっとネチャネチャの白をもっと作ればいいんだな。思いつきですね、いいですね。やっぱ楽しいな、久しぶりにやると。でも時間がちょっとやっぱり今もう夜なんで、あんまり時間がないのと、あとあの今あのちょっとお手洗いに若干行きたくなってきてるんですよね。さっき飲んだワインが、あ、汚れちゃったな。スリリングな、全然スリリング感がないですけど、いろんな混雑した状況で今塗ってます。んー、これ行っちゃって大丈夫かな、行く、行きます。あ、うん、この辺からバーッとね、ちょっとずつあの白があると思うんですけど、これ一旦行っちゃいましょう。で乾かして、でもこれあれですよね、全部剥げて元のグレーになっちゃう、グレ元のグレーになっちゃうかもしれないですね、下手するとね。うん、この辺の感じがいいんで、もう一回最終的にそうなるように、この辺のなんだろうな、ちょっと伝わりにくいかもしれないですけど、僕の中ではなんかイメージが湧いてきましたね。エッジというかとろみの先っちょは特に陰影的に白が強い方がいいでしょうね。なんかこれあの本当にあのぐちゃぐちゃだな映像で見ると、色本当にこれが良くなるかどうかがもう謎ですね。先っちょもちょっとあるのかな。
うーん、お腹どうだろう、あんまりやりすぎない方がいいかな。もっと白くてもいいかもしれないですね。ちょっとさっきの色をちょっと削り取る的なことをちょっとやってみますか。あ、乾かないとかね。こうちょっとブラッシング的なこういうのでやった方がいいかもしれないですね。拭き取る感じなのかな。うまくいくかな。いってない。感じになっちゃってる。あ、乾かしすぎると良くなかったのかも。あ、ちょっと違う感じですね。あんまり思ったようにならないですね。まあでも、まあちょっと塗り重ね感で進めていきますかね。うん、あんまり取れないわ。これぞ行き当たりばったりって感じでですけど、なんとなくでも馴染んできますね。あ、このね、白い、あ、ここちょっと汚いな。これはちょっと元の色足して、うん、あ、でもできそう。なんかとりあえずあの色塗り、なんか無駄に手間をかけました感が出てるだけでもいいかなと。ささっと塗ってるよりね、ささっと塗ってかっこいいものはそれはそれであるんでしょうけど、ささっと塗れないんでね、僕ね、テクニックがないんでね。なんかでもこの辺の感じうまく持っていけそうな気は、気配はあるんですけどね。
あ、なんか何も考えずに適当なことを やり始めちゃってますね今。なんかちょっと違うな。なんかこれをなんかなんとなく使い切って終わりたいんですけど、今日もったいないというかね、塗料が。まあまた本当にどうでもいい雑談話で、大変だったお仕事の後半戦というか、ここ最近の、もうすぐゴールが見えてきたっていう時期があったんですけど、その時期に BGM というか、いつもなんか YouTube とかで勉強的な番組を音を聞きながら仕事したりとかしてたんですけど、よくするんですけど僕そういうのを聞く余裕も精神的になくてですね、もう大変で切羽詰まってて、その時期に、最後の方の時期に定番のゲーム実況で何回も見てきた大好きなやつがあって、それを久しぶりに見たんです。見たというか、かけながら仕事したんですよね。もう何回も見てきたし、でここ最近見てなかったんですけど、そのやっぱそういうのって安心感があるんですよ。ご飯食べる時の映画とかもそうですけど、1回2回何回も見て内容は分かってるけど好きみたいなものがかかってると、もうその安心感があって作業もはかどるんですけど、何の動画かというと、ラストオブアスっていうゲームの実況ですね。でもう昔から大好きだったその実況は、まあいろんな人何人か見たんですけど、一番最初に見た人が100円ゲーマーさんっていう方なんですけど、その方のラストオブアスがもう大好きで、もう何回も見てるんですけど、というか音だけ聞いたりとかなんですけど、その久しぶりにかけて、あれって20時間とかあるから、それをずっと流しっぱなしにするんですけど、久しぶりに見たけど良かったですね。またラストオブアス自分でもやりたくなっちゃいましたね。普段ゲームしないんですけど、ラストオブアス2だけはちょっと自分でやりたくて、そのために1もやったんですよ、とうとう。それ一昨年かな、いやプレステも買って1からやって、で2そのままできるようにタイミングで買って、それまでにもう1は実況はもう何回も何回も見てたんですけど、自分でやるとやっぱり感動もひとしおなんですけどね、下手くそなんで大変でしたけどね。2の話はもうちょっと、2はもう僕好きすぎて、ちょっとまたどっかでちゃんと話したりしたいし、なんなら僕このパンツァードラグーンもゲームなんですけどね、それのこれもパンツァードラグーンの赤ちゃんドラゴンなんですけど、そういうドラゴン、パンツァードラグーンの模型をこの 1,2 年いろいろ作ってるんですけど、それに飽きたらラストオブアスの模型が作りたいんですよね。それもいつかやりたいですね。もうタイムレスなんで、多分ずっと好きだと思うんで、ラストオブアスは。だからもう別に時間が経ってもいつでもいいから、いつか作りたいなとは思ってます、ラストオブアスの造形物を。結構ガチででかい顔とか作りたいですね、キャラクターの。
本当にペタペタ色塗ってるだけの感じになっちゃってますし、あんまり変わり映えもしないですね。このなんか音が鳴ればいいんですけどね、この筆がシャッシャッシャッとか、そうすると喋ってなくてもなんか何かしら音が鳴ってるといいような気もするんですけどね。何もなんないっていう、喋ることもあんまりないんですけど今。そのうち良くなってきそうな気はしてるんですけどね。ため息これどうしようかな、この色。もう捨てちゃうか。そろそろ終わらないとな。固まったのもまた溶かして使うかな。ああ、今のダメだ。まあちょっとこんな感じで、ちょっとこれもちょっともうそのまま固まらして。また溶かして使いますね。今日はこんな感じでありがとうございました。